それはもしかしたら振ってるものが欲しい結果と合ってないからかもしれません。百州武道具店の動画。あれ、カエルくんは重そうな竹刀を振ってるね。あれ、サルくんは軽そうな竹刀を振ってるね。一体どっちがいいのかな。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。今日はほら、いろんな種類の木刀や竹刀があるんだけど、これはみんな僕が素振りで使ってるやつです。今日の話は、素振りをやってるみんなどれを使うかで結果が変わってきますっていう話をします。素振りをやってていろんな悩みがあると思うんです。例えばね、本数をたくさん振れないとか、まっすぐ振ることができないとか、もう何百本も振ってるのになかなか上手になっていかないとか、素振りをやった後でめちゃくちゃ疲れるとか、そういう人いませんか？それはもしかしたら振ってるものが欲しい結果と合ってないからかもしれません。今日の動画を見るだけでどれを振ったらどういう結果が得られるのか、そして今あなたが振るべきはどれなのか、その答えが分かるようになります。僕はこのコロナ騒動で、3月5日から素振りを毎日1000本、今日でちょうど8万本になります。最初からのね、動画をみんな公開してるので、見てもらったら分かると思うんだけど、とにかく最初ね、下手だったんですよ。そしたらね、この間来たお客さんが、宇賀店長本当に下手でしたねって言われてね、もう笑っちゃうんだけど、でもその人ね、その動画を見続けて最初の頃の僕の下手なやつでも10日後20日後で見ていくと、だんだん上手になっていくのを見て、いや僕も素振りやりますって言ってくれたんです。素振りって自分でいろいろ考えながら工夫して毎日やっていくと必ず上手になります。そこでまず問題になるのが、何を振るか、どれを振るかなんです。重たい木刀がいいのか、軽いものがいいのか、これまで僕が8万本振ってきた経験を交えてお話しします。まずは僕が実際に素振りで使っている竹刀と木刀、どんなのがあるのか重たい順に紹介します。まずはこの一番重たい素振り用の木刀ね、重さが 1011g、 1キロあります。長さが 115cm、 握りは太めの楕円形です。一言で言うと、もうバカ重いって感じです。次は普通の三駆の男子の竹刀です。これは重さが 585g、 長さは 120cm、 握りは丸ですね。一言で言うと、いつもの稽古のやつ。次は普通の一般的な赤菓子の木刀ですね。これは重さが 480g、 長さが 112cm、 握りは楕円形。一言で言うと、いつもの剣道型の時使うやつね。そして次は霧の木刀ですね。これは重さが 191g、 長さが 112cm、 握りは楕円形。一言で言うと、軽すぎて逆に振るのが難しいです。それで次が新聞紙竹刀ですね。これは重さが 171g、 長さが 42cm、 握りは丸。一言で言うと、お手軽だが意外とバカにできない。そして最後は手刀ですね。手刀、何も持たない。これはもう重さはゼロ、握りは自分次第。一言で言うと、道具すらいらない。他にもね、これは僕は使ってないんだけど、竹刀の先につける素振り子っていう重りを使う人がいたり、天井が低くても室内で素振りができる振り線っていうのを使ってたり、中にはですね、本当の真剣、これ僕いつかやりたいんだけど、真剣で素振りをする人もいます。あ、宇賀店長、いろいろ種類があるのは分かった、でも結局どれが一番いいのって思ってるでしょ。あなたが素振りに求める結果は何ですか？基本的に重たいものを振ればパワーがつく、そして軽いものを振れば正しくまっすぐ振れるようになります。じゃあここからは僕の話ね。僕が最初に素振りを始めるときに何を一番優先するか、それを最初に考えました。もう僕も年は45なんで、高校生みたいにね、パワーを身につけたいと思ってたわけじゃないんです。僕はとにかくまっすぐ刃筋正しく振れるようになって、最後の手の内をきちんと身につけたいと思ったんです。3年後にある7段審査に向けて基本をもう一度やり直したいと思ったんです。そんな時に毎日1000本素振りするのを3年間振り続けると、なんと100万本振れっていうのを思い出して、よし、ちょうどいいや、チャレンジだって思ったんですよね。でも3年間毎日1000本ってすごい量じゃない。だから僕はとにかく怪我したくないって思ったんです。なぜなら僕はその時すでに松葉杖だったからです。それ理由はね、剣道じゃなくてトランポリンです。それで僕の目標がはっきりしました。まっすぐ正しく振りたい、怪我をしたくない、その2点から僕がメインに選んだのは、どこ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 、いでよー霧の木刀だったんです。
まあ、霧の木刀っていうとほとんどの人があんまり聞いたことないと思うんだけど、そんなにいいのって思うでしょ。もちろん僕も最初から霧の木刀を使ってたわけじゃなくて、持ってすらなかったから、みんなと同じように竹刀とか木刀、普通の木刀ねとか使ってました。でもね、いきなりある日突然1日1000本振る、これやってると痛くなるんすよ。怪我しちゃうのね。結局豆はすごいし手首は痛いし辛くなったんです。まあ、後から考えたらこれ振り方が悪かったっていうのは分かったんだけど、もうとにかく痛くて辛くて竹刀をまっすぐ持つこともできなくなったんです。そしたらもうね、こんな崩れた形のままやってもダメだわって思って、そこで出てきたのがこの新聞紙竹刀だったんです。新聞紙竹刀、とにかく調子が良くて、もう軽いもんだからもう全然痛くないんですよ。そしてなんとかこの竹刀を振らなきゃっていうことがね、頭から外れてまっすぐ腕を上下させるだけで集中できたんです。そこで体に負担がないように軽いものをまっすぐ振る練習っていうことに気がついたんです。そして新聞紙振ってたんだけど、だんだんやってるとこれも物足りなくなってきて、そこでこの代わりになるものないかなと思って探したのが霧の木刀だったんです。これとにかくめちゃくちゃ軽くて、形は刀でしょ、これならいけるって思ったわけ。そして使い始めてびっくりしました。軽すぎてうまく振れない。腕の力で振ってるとこうやってブレるんですよね。そして音も最初はうまくならないです。シュッっていう音がならない。その瞬間チャンスだと思いましたね。この霧の木刀だったら怪我をすることなく正しい刃筋が身につくって思ったんです。そしてこの霧の木刀、軽い木刀のすごいところっていうのは、腕の力で振ってる人っていうのは一発でわかるんですよ。ブレるっていうのはそういうことだから。そして誤算だったのは、いい誤算ね、軽い霧の木刀だと最後の手の内が効いてるのか効いてないのかよくわかるんですよ。重たいこういう木刀だと最後このこれに持ってかれて、あってこうブレーキするのに精一杯なんだけど、軽い霧の木刀だと最後の手の内の指の力の入れ具合までよくわかることがわかりました。それで結果どうなったかっていうと、この軽い霧の木刀がまっすぐ振れるようになったら、最初あんなに苦労してた竹刀とか普通の木刀ね、これも振れるようになったんです。その理由は、結局素振りっていうのはパワーで振るもんじゃないっていうことが分かったんです。むしろ力を抜くことを考えてるぐらい、それと同じ動きで重たい木刀でも振れるようになってきたってことなんです。今ではこの軽い霧の木刀を振る機会ももう半分ぐらいに減ってきて、もう普通の木刀で結構素振りしてます。結局結論としては、軽い霧の木刀を振るなんて一見遠回りに見えるじゃない。誰だっていつも使ってる竹刀や重たい木刀をね、もう何百本って振りたいって最初思うじゃない。早く振れるようになりたい、僕はまだまだパワーが足りないんだ、そう考えるよね。でも僕がこれまで8万本振ってきて分かったのは、もう実感してるんですけど、間違った素振りを何百本何千本振ったとしても、それは上達しないどころか悪い癖がつくだけなんです。だから最初はもう一見遠回りに見えるんだけど、体に負担がない新聞紙とか軽い霧の木刀でまっすぐ振れるようになること、型の使い方を覚えることが結局近道だったってことですね。じゃあ最後に、こういう軽いものばっかり振ってたらこの軽さに慣れちゃっていつもの竹刀に戻れなくなっちゃうんじゃないかって思わないですか？それも大丈夫なんです。確かに軽いものばっかり振ってるとこれ慣れちゃって最初竹刀持つとね、重たく感じます。それでもね、それでもよ、正しく振れるようにはなってるんです。ということは、あとは重さの感じ方、程度、感覚の問題なんです。そういう時はいつも振ってる軽いもの、その上の竹刀、振りたい竹刀、さらにその上の一番重たい木刀、もっと重たいやつを20本ぐらいこうまっすぐ振ってみてください。それだけでいつもの竹刀が振れるようになってるはずです。本当です。皆さんももしよければこの軽い霧の木刀一度試してみてください。お近くの武道具屋さん行ってください。うちで買わなくていいからね。必ず刃筋正しく振る、怪我をすることなくそれが身につくと思います。以上が素振りで何を振るかによって結果が変わってくるっていう話でした。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。